どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第4章の8回目始めていきたいと思います。こちらの講座では厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使用してまいりますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは223行目を見てください。リスク区分に応じた販売従事者等というところを見ていきます。はい、リスク区分って何ですかというと、ね、それぞれのリスクごとにですね、医薬品を分類しているものになります。なので、陽子同医薬品とか、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品というような形でね、それぞれのリスクごとにですね、医薬品を分類しておりますので、それぞれの、リスクの、区分ごとに応じたね、その、販売従事者等って書いてありますので、いろんな従事者がどのようにお客さんに情報を提供したらいいのかとかね、どのように販売したらいいのか、そういったことが書かれております。はい、では、223ページの一番最後、658行目見ていただきますと、ね、薬局開設者または店舗販売業者は、ね、法の規定に基づき、陽子同医薬品を販売し、授与する場合には、ね、次のページですが、薬剤師に販売させ、授与させなければならないとなっています。はい。なので、ここでは、ね、陽子同医薬品に関しては、基本、ね、薬剤師に販売させてくださいね、ということを言っています。ここは大丈夫ですかね。はい。それで、その陽子同医薬品の販売に関して、ね、224ページの664行目見ていただきますと、また、薬局開設者または店舗販売業者は、陽子同医薬品を販売し、または授与するのにあたって、次に掲げる方法により、薬剤師をして販売させ、または授与させなければならないよってしています。これどういうことですかっていうと、ね、要は簡単に言うと、陽子同医薬品は、ね、薬剤師に次に掲げる方法、ね、その下のカッコ A からカッコ F までの内容を、ね、こう内容によって、ね、販売してくださいねということを言っています。じゃあどういうことですかというと、早速カッコ A からカッコ F の内容を見ていきます。まずカッコ A に関しては、ね、確認することですね。薬剤師がお客さんに対して、陽子同医薬品を購入する人に対して確認することを聞いていきます。何かというと、そのお薬って誰が使用するんですかというようなことを聞いていきます。ね、そして、もしその、購入する人が使わなくて、それ以外の人、要は本人以外の人が使うのであれば、ね、購入するための正当な理由というのも必要になってきます。そして、もしその購入する人が薬剤師ならね、そういった説明というのは不要となります。はい、そんなのがカッコ A の確認事項ですね。それからカッコ B、ねに関しては、他のお店でそのお薬って購入したことがありませんか、ないですかっていうところの購入の有無などを確認していきます。それからカッコ C に関してはね、そのお薬の陽子同医薬品の販売ですね、に関しては、必要量を提供してください。ね、あまりにもね、爆買いではないですけど、過剰に購入しようとしている人に関してはね、何かいろんなリスクが出てしまう可能性がありますので、なので、必要量を提供してくださいね。そんなのがカッコ C の内容です。はい。それから今度はカッコ D ですね。その陽子同医薬品の、ね使い方をちゃんと理解したかどうか、ね、そういったことを、確実に確認してくださいね、ということを言っています。それからカッコ E に関しては、そういったね、必要事項の情報を提供して、ね、それでお客さんが納得した上で、ね、その相談した上で、ね、その後にしっかりとお薬を売ってくださいね、ね、提供してあげてくださいね、ということを言っています。それから、今度はカッコ F、ね、販売元の伝達というような形で、ね、うちらのお店ってこういう名前ですよとかね、電話番号はこうですよというような形で、まあ、大体レシートにそういったことが書いてあったりするんですけど、ね、そのようなことをお客さんにしっかりと伝えてくださいね、と言ってます。はい。このようなことを聞いて、しっかりとね、陽子同医薬品はね、いろんな情報提供してあげてくださいね、ということを言ってますので、カッコ A からカッコ F、うん、そうなんだなと見といてもらえばそれで大丈夫です。はい。それでは、今度は、同じく224ページのね、687行目ですね。下から3行目見てください。今度は、第一類医薬品の販売に関してです。
で、第一類薬品もこれ、薬剤師が販売していきます。で、このあたりも大丈夫ですよね。なので、第一類薬品は薬剤師が販売していきます。で、これもですね、次、225ページ見ていただきますと、次に掲げる、ね方法により、いろんな、ね、確認してくださいねということが書いてあります。何かというと、それが225ページの、カッコ A からカッコ C です。これ、先ほどの、ね、要指導医薬品の、ね、カッコ D とかカッコ E とかカッコ F、ね一番最後から3つの内容が、組み込まれております。ね、なので一応、225ページの、カッコ F を見ていきますよ。ね、カッコ A を見ていきますよ。ねここに関しては、ねちゃんと、ね、そのお客さんが、ね内容を理解したかどうかっていうのを確認してくださいね。ねそれから、ねその情報を提供した後に、販売してくださいねとか、あとは、ね、薬剤師の名前とかお店の名前とかね、電話番号とかしっかりと伝えてくださいね。なので、これ先ほどの、要指導医薬品のカッコ D、カッコ E、カッコ F に値するところになりますので、うん、そうなんだなと見ておいてもらえばそれで OK です。はい、それから今度は、697行目、ね今度は第2類薬品と第3類薬品に関しての内容です。これも先ほどと同じです。ね、カッコ A、カッコ D、カッコ A、カッコ B ってなってるんですけど、ここも先ほどの要指導医薬品のカッコ E とカッコ F の内容と同じなので、うん、そうなんだなと見といてもらえばここも大丈夫です。はい、そして今度は、ね、706行目を見ていただきますと、薬局解説者は、ね、要指導医薬品とか第一類薬品、それから店舗販売業者は、要指導医薬品または第一類薬品、ね、配置販売業者は第一類薬品を販売したときには、次に掲げる事項を、書面に記載し、2年間保存しなければ、ならないよって言っています。はい、なので、よろしいですか？ちょっとね、ホワイトボードを使っていきますけど、要指導医薬品と第一類薬品に関しては、ね、書面、書面を2年間、ね、の、2年間の保存の義務があります。保存の、義務ですね。はい、これよろしいでしょうか。ね、どんな書面ですか？後で見ていきます。ね、まずは、要指導薬品、第一類薬品に関しては、ね、2年間で、書面を保存する義務があります。ね、ここも、ね、まずは2年間という数字をしっかりと覚えてほしいし、そして義務なんだなというところですね。ここもしっかりと押さえておいてください。義務なんだなというところですね。はい。じゃあ、その書面に、どういった、ことを書かなくちゃいけないのかっていうと、711行目のカッコ A からカッコ E までですね、品名、数量、ね、あとは、販売した日時とか、あとは関わった薬剤師、ね、情報提供した薬剤師の名前とかですね。ねあとは、そういったね、内容を理解したかどうかの有無を、しっかりと書いてくださいね。そういった書面を、2年間、保存してくださいねということを言っています。はい。さらに、716行目のところでは、ね、第2類薬品、第3類薬品に関しても、ね、その先ほどの内容の、書面を、記載して保存するよう努めてくださいね、ということを言っています。はい。なので、第2類薬品、第3類薬品に関しては、ね、こちらは、ね同じく書面に、2年間保存することを、ね努めてくださいねって言っているので、ここに関しては、ね努力義務になります。ね、ここが違います。努力義務になります。ね第2類、第3類に関しては、ね、書面を2年、まあ2年間というまでは書いてないんですけど、ね、書面を、なるべく、ね、保存するように、してくださいねっていう努力義務、なるべくしてくださいねっていうところになります。強制力まではいきませんね。こっちは、要指導薬品、第1類薬品に関しては、絶対に保存しなくちゃいけない義務なんだけど、こっちは努力義務なので、そこの違いがありますので、ここ十分注意しておいてください。はい、よろしいでしょうか。は
はい、そして、さらにですね、721行目、ね、当該医薬品を購入し、または譲り受けたものの連絡先を、ね、書面に記載し、保存するよう努めなければならないよと言っています。はい。なので、ここに関しては、ね、要は、お客さんの、ね、連絡先、何かあった時に困るので、ね、お客さんの連絡先をなるべく保存してくださいねっていう、ここも努力義務になりますので、ここもよろしいでしょうかね。はい。ということで、本日の内容はここまでにしたいと思います。ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE アットなどにお友達登録していただくと、いろんな情報を提供させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。